武邦彦の息子です。これからよろしくお願いします。に対する視聴者の反応集。武邦彦の息子です。これからも頑張っていきたいと思います。おお、武邦の息子か。期待されると思うけど重圧に負けず頑張りなさいよ。出たな。最初は、武邦彦の息子、って呼ばれてたのに、いつの間にか邦彦さんを、武豊の父、と呼ばせるようになった男。お前武豊の父の息子だろ。幸四郎って弟もいるし兄もいるから。弟も父と兄の七光フル活用して絶対破られない記録を打ち立てたヤバいやつで。武幸四郎の重賞初勝利の日数というアンタッチャブルレコード。マジモンの奇跡とコネと実力すべて持ち合わせないとできないゲートウ。その年で菊花賞はすごい。まさか全 G1 すぐに制覇しちゃったりして。JRA、G1 増やすね。夢はでっかいねー。まさにその53歳の時に、なんで芝とダートの両ダービー勝ってるんです？どうせなら年間150勝くらいしたいよねー。年間200勝するやつがあるか。1年のみの達成でさえ前人未到の大記録なのに2003、2005年にかけて3年連続でやっている怪物。8大競争20代のうちにコンプとか無理だろう。三冠馬ジョッキーだって無理なんだ。大創業も結局桜花賞を勝てないまま引退だっけ？やっぱ豊かはすげえや。ダービーもルドルフだけだしな。この調子ならそのうちいけそうって記録が後から見ると意外とハードル高かったってなるもんだけど。今年ホープフルステークスとってもおかしくなく思えるのがすごい。スーパークリークで天才と出会い、車台神楽や稲荷湾でその名を知らしめオグリキャップで伝説になった。え？まだここは第一章にしか過ぎないんだって？今に至るまでこんな感じとか誰が想像したか。平成三強の時代がまだ序章なのが恐ろしい。平成三強とか全部乗ったぜ、っていう。七光と初め言われてたのが天才に塗り替わっていくのいいよね。加減しろバカ。昭和の競馬神、ターフの魔術師と呼ばれる名手の息子でー、デビュー年に重賞勝たせてー、オグリキャップのライバルとして立ちふさがらせたろ。平成の競馬神、ここにオグリキャップ奇跡の復活を一つまみ。令和の競馬神、ここで53歳がダービー勝ったら盛り上がるやろなー、にちゃー。三元王の競馬神脳を焼いた男。この七光放つ太陽なんか沈みかけたと思ったらダービー勝つんですが、座待機での落馬事故でいよいよ終わりかと思ったらスマートファルコンとの土佐回りで地方荒らしまくるはディープの息子で完全復活するわ。2020年を G1 未勝利で終えて勢いのある若手も出てきて今度こそ本当に終わりかと思ったら、ドウデュースで朝日杯とダービーと有馬勝つは大阪杯も勝つわ。何この、何？これが創作物なら現代だとなろうとか言われてるよな。竹家そのものも昔から競馬に関わる由緒ある名門というもられっぷりよ。元号が平成に変わる約2年前にデビューしてスーパークリークと出会って菊花賞勝って、って流れからもうやばい。ちょっとでもデビューがずれたりクリークで菊花負けてたら三元号で菊花賞制覇なんて記録なかったかもな。引退が囁かれるたびにウイポの覚醒馬のような復活を見せる男。仮に引退しても2116年天馬記念で復活することが確定している模様。ジョッキーって衰えてくるとまずは有力な新馬に乗れなくなってクラシック戦線から脱落してくのにそこが持ち直してきてるからなこのレジェンド。そこはコネでもなんでも使いまくって豊かファンボーイ馬主を量産してきたのが効いてる。実力とコミュ力が両方関数としてたからこそできる所要。超火力のファンボーイがバックについてるのが強すぎる。コネツテを自分で形成してるのが化け物なんだよ。天才竹豊に脳を焼かれた方々がたくさんいるからな。でも実際に自分が馬主の条件をクリアできるくらい金持ってる状態で、馬主やりません。僕乗りますよ、って豊さんに言われたらまあ首立てに振っちゃいそうだよな。ずっと会長というわけでもなく割と浮き沈み、投射し、ワール、再浮上するたびに誰かの脳みそを焼くとかいう最強コンボを何回もやってるからな。早く引退してほしいと冗談交じりに騎手に言われていて早10年以上。竹豊って昔はどんな人だったの？今は競馬大好きダジャレ畜生おじさんだけど。競馬大好きダジャレ畜生お兄さんだったよ。あまり変わってない気が。マックイーンの空き店でやらかした時先輩の忠告無視してウィニングランする程度には尖ってた。グラスワンダーが勝った有馬記念で的場騎手に、今のどっち勝ちました？ってニヤニヤしながら聞く、結果はグラスワンダー、っ
手くらいにはいい性格してる騎手。騎手という騎手の牙を売り、武豊かにはかなわない、と思わせていった。例外外はたやすなり。雄一の著書かなんかに記載があるんだっけか。えぐい勝負師の世界だった頃の、おらついていた血統書付きの若き天才。いろいろとやらかしつつも年を減ることで角が取れていき、時代に合わせて業界のクリーンなイメージを作るためにどんなことでも受け負う偉人になったって感じ。それこそご本人も2010年に大怪我した後取材に対しての答え方とか根本的な考え方からいろいろ変えたって言ってるね。まだ立東と美穂で対立が残ってた頃に立東の若手エース格で早々に注目を集めたから良くも悪くも注目を集めてたね。直接的な暴行とか殴り込みみたいなことはなかったけど歯に気抜きせないタイプの人だった。おぐりが嫌いとか天まで逃げるとか。キシキシから乗り換わった琵琶林秀で皐月賞負けた岡部に対して、あの馬はそんなに負ける馬じゃない、みたいなこと言ったらしいから若い頃はかなり尖ってるよな。